再結成への期待が高まる。キングプリンスとナンバーアンダーライン愛の未来とはショーからの個人的メッセージが明かす解散後のメンバーたちの絆とは長瀬廉がキングプリンスを率いる姿は多くのファンにとって感動的な瞬間となりました。彼のリーダーシップと謙虚さはファンの心を掴んで離しません。特に彼が見せない努力と自己主張の少なさは 真のアイドルの姿を体現しています。彼の俺ってかっこいいという発言は見た目に対する自信を示しつつも実際にはとても恥ずかしがり屋であるというギャップがファンを魅了しています。そんな彼の素顔を知るファンはこれからも応援し続けると誓っています。ショーや他のメンバーとの関係も非常に深く互いに支え合う姿勢が伺えます。 特に、小からのメッセージを個人的に受け取ることはほとんどないため、ファンは彼らの一挙一動に注目しています。解散後も変わらず応援し続けるファンの姿勢は、メンバー同士の絆の強さを物語っています。解散という形でグループが分かれても、彼らの仲間意識は変わらないと信じるファンは多いのです。解散後も5人が仲良しであることを知ったファンは、大いに喜んでいます。 この事実がアンチファンを減少させるかもしれないという期待もありつつ、現在の状況を辛く思うファンも少なくありません。それでも、章、神宮寺、騎士、長瀬、天がそれぞれの道で頑張っている姿を応援し続けるファンは、彼らの言葉を信じています。長瀬がラジオで語ったお互いを応援し、それぞれが選んだ道を温かく見守ってほしい、という言葉は、多くのファンにとって希望の光となりました。 騎士が幹事を務めた5人の食事会が実現し、その話を長瀬がラジオで楽しそうに語る姿は、ファンにとって大きな安心感を与えるでしょう。彼らの絆が強いものであると信じているファンは、表に出せない多くのことがあることを理解しつつも、彼らがずっと友達であり続けることを願っています。 5人が再び合流する可能性についても多くのファンが希望を持っていますが、現在はそれぞれの活動を応援することに焦点を当てています。また、彼らの活動を追いかける中で、ショーからの偽メッセージやフォローバック詐欺に注意を促す声も多くあります。ファンは彼らの純粋さと可愛さを守るために、こうした詐欺に対する警戒を強めています。それでも、5人の中の良さを知るファンは、 何も心配していないと断言します。ショーからのフォローバックやメッセージに一喜一遊するファンも多く、その中で彼らの絆を信じて応援し続ける姿が見られます。解散後もそれぞれの道を進む彼らの姿を見て、再び5人が集まる日を夢見るファンは少なくありません。特に、キングプリンスとナンバーアンダーラインイのコラボレーションやゲスト出演を期待する声が多く、上がっています。 それぞれが音楽や俳優業に専念し、その後に再び一緒に活動することを望むファンは、彼らの未来に大きな期待を寄せています。一方で、一部のファン同士の不仲が目立つ状況もあり、ファン同士の平和を願う声も少なくありません。お互いを思うあまりに対立してしまうファンたちの姿を見て、5人の絆を信じ続けることが重要であると感じるファンも多いのです。 嵐のように事務所を退所しても続けられるグループがあるように、キングプリンスやナンバーアンダーライン愛も再結成やコラボレーションができる未来を信じています。最近では彼らの活動を普通に見られるようになったというファンも増えてきました。それぞれの立場や状況を理解し、今後も2つのグループを応援していきたいという声が多く上がっています。長瀬の意外な熱い一面を聞くたびに、 彼への愛情が深まるファンも多いです。5人での食事会が実現し、その話を聞くことができる日を心待ちにしているファンも少なくありません。詐欺メールや偽フォローバックに注意しつつも、彼らを応援し続けるファンの姿勢は一貫しています。ショーや神宮寺からのフォローバックやメッセージに一気一遊する中で、5人の絆を信じ続けることが大切だと感じるファンも多いのです。 今後もそれぞれの道を進む彼らを応援し続け、再び5人が集まる日を夢見ています。以上のように、長瀬ンとキングプリンス、そしてナンバーアンダーライン愛のメンバーたちの絆は、ファンにとって非常に大切なものであり、その絆を信じ続けることが何よりも重要です。解散後も変わらず応援し続けるファンの姿勢は、彼らの未来に大きな希望を持ち続けています。 再び5人が集まり、一緒に活動する日を夢見て、今後も応援し続けることが何よりも大切です。彼らの絆に対する信頼と期待は、ファンの心に深く根付いています。長セレンのリーダーシップと誠実さが、ファンに安心感を与え、彼らの絆の強さを再確認させてくれるのです。彼が見せる一見控えめな姿勢と、 時折見せる自信満々の姿勢とのギャップは彼の人間性をより一層魅力的にしています。そんな彼の姿勢に触発されてファンは彼らの成長と変化を見守り続けています。ショーと他のメンバーたちがそれぞれの道で成功を収める姿を見てファンは誇りに思います。特に彼らが個々のキャリアを築きながらも互いに支え合う姿勢はファンにとって大きな励みとなります。 例えば、長瀬がラジオで語った内容や、ショーのインタビューなどを通じて、彼らの絆の強さを再確認できることは、ファンにとって非常に大切な瞬間です。一方で、ファン同士の対立や誤解が生じることもあります。しかし、その中でも彼らの絆を信じ続けるファンの姿勢は、一貫してポジティブです。彼らの努力や成長を応援し続けることで、 ファンは自分自身も成長していると感じることができます。また、彼らの活動に対する理解とサポートが、ファン同士の絆を深める助けにもなっています。章や神宮寺からのメッセージに一喜一遊するファンも多く、その中で詐欺に対する警戒を呼びかける声も重要です。ファンは彼らの純粋さを守るために、こうした注意喚起を大切にしています。それでも、彼らの中の良さを知るファンは、 何も心配していないと断言します。ショーや神宮寺からのフォローバックやメッセージに対する反応も彼らの人気の証と言えるでしょう。彼らの活動を追いかける中で、再び5人が集まる日を夢見るファンも少なくありません。特に、キングプリンスとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションやゲスト出演を期待する声が多く、上がっています。彼らが音楽や俳優業に専念し、 その後に再び一緒に活動することを望むファンは彼らの未来に大きな期待を寄せています。この期待が彼らの活動を支える大きな原動力となっています。嵐のように事務所を退所しても続けられるグループがあるように、キングプリンスやナンバーアンダーライン愛も再結成やコラボレーションができる未来を信じています。ファンは彼らが再び一緒に活動する日を夢見て、 その日が来るまで応援し続ける決意を新たにしています。再び5人が集まる日を夢見て、彼らの絆を信じ続けることが何よりも大切です。彼らの活動を通じて、ファンは彼らの成長と変化を見守り続けています。長セレンのリーダーシップや、ショーの情熱的なパフォーマンス、神宮寺の真摯な姿勢など、それぞれの個性が光り輝く瞬間を見逃さずに応援しています。 彼らの絆が深まる様子を見て、ファンは自分自身も成長していると感じることができるのです。彼らが再び一緒に活動する日を夢見て、ファンは今日も彼らの活動を追いかけ続けています。解散後も変わらず応援し続けるファンの姿勢は、彼らの未来に大きな希望を持ち続けています。再び5人が集まり、一緒に活動する日を夢見て、今後も応援し続けることが何よりも大切です。